ニューアルバムの話もね、ぜひお伺いしようと思って聞いてまいりました。最近のレコードももちろんあれだろうけども、頭からすごくロック知ってるじゃないですか。あ、そうですか。あれ、なんだその、そうですか。いや、そうじゃないって言いたいの。いやいや、そうじゃなくはないですよ。そうじゃなくはない。もう、一本通してこう、ね、ロックしてますから。一本通して、いや、もともとロックバンドだからね。ね、それと、このイントロダクションから入るでしょ。まあ、もちろんこれ、どのバンドもイントロダクション、SE みたいなのを自分たちで作って入るというようなことは今じゃね、やってるかもしれないけど、もともとこのロック系だと、このイントロ SE から1曲目ってのは、例えばアイアンメイデンとかさ、ジュダス・プリストとかね。まあ、ジュダス・プリストで言うと、稲葉さんの好きなヘリオンからエレクトリック・アイね。で、アイアンメイデンで言うと、セカンドの G ・アイズ・オン・マーチから入るという、割とこう、ハードロック系の感じで、今、あんまり日本の人たちはイントロダクションからこう入ってくるっていうのは、もう入れたら飛ばされるからじゃないですどういう、2曲目から聞いちゃう。か。また出た。このイントロダクションからっていうのは、松本さん結構いいよ。これね、もう俺たちも久しくやってなかったんだよね、こういうこと。それで、レコーディング全部出来上がってから、彼がなんかそういうのをつけたらどうかって言って、まあちょっと燃えますよね、そういうとね。なんでだよ。なんかこう血が騒ぐじゃないですか、この手は。いいねと。ギターでちょっとなんかしちゃった、みたいな。マジ？やっちゃうよ？みたいな感じで、結構楽しくね。じゃあ、稲葉さんの一言だ。なんかイントロダクションあった方がいいんじゃないの？っていう一言だったんですか、稲葉さん。通して、アルバムの全体の構成考えたときに、そういうのがあって、どれかに入りたいなっていうのはすごくあったので、で、その最終的にはギターだけで構成作ってるイントロダクションになってますけど、いろいろちょっと試行錯誤もしてて、で、最終的にもう全部取っ払って、もうギターで一本で作ったやつでっていうことになって、これになったんです。じゃあ最初はギター以外にいろいろ入ってたの？いろいろ試してたよね、多分ね、いろんなパターンを。だけど、そのギターだけのバージョンが、まあ、ロックっぽい頭ね、何曲かロックっぽい頭の曲がすごくパンチのある曲だから、ギターだけの方が、結果的に僕は他のバージョン聞いてないから何とも言えないけどね。